高しもの論は、九州大学名誉教授の呪学者、岡田武彦が、最晩年に発表した日本論。ものを大切にすること、つまり、高しものの概念を、日本人は、古来から持っていたとするもの。他者、他物を大切にするためには、自己の欲望を抑える必要が生じる。そのため、日本人は自己を抑制することを美徳とするようになった。つまり、 日本人本来の特性として、他者数形、自己抑制がある。高し者の例として、日本語の中に多用される親、おや、ごが挙げられる。お宮お、お寺、お野菜、お米、お月さん、ご本、ご馳走など、生命のないものに対しても、敬意を表す言葉である。同じく、物に対する敬意を表す行事として、筆供養、針供養、日本人形供養などが挙げられる。 自己抑制の例として、日常会話から拾ってみると、お茶かコーヒー、どちらが良いですかと尋ねられ、どちらでも結構ですと答える場合がある。これは曖昧で主体性に欠けると思われがちだが、実は自分の思考よりも相手の便宜を考えた答えであり、自己の欲望を抑えた日本独特の表現だと言える。日本人の高し者における自己抑制は、 自己の主体性を抑圧するものではなく、反対にこれを積極的に堅持することになる。それゆえ、高し者の自己抑制の真意を、よく理解して自得しなければ、自己抑制は卑屈になり、人としての尊厳を既存する恐れなしとしない。日本人の自己抑制に対し、外国人の中には往々にして、日本人は、斧が意向論理的に表現せず、表現を、 曖昧もことして人を疑問する民族性を持っていると誤解するものがある。しかし彼らに日本人が潜在的に伝統として持っている高し者についての理解があればそのようなことはありえないであろう。高し者、自己抑制という独特の思考は恵まれた自然の恩恵を受けながら生活し海に囲まれて外国からの侵略を受けることが少なかった。 日本人が有する自然崇拝が起源となっている。一方、厳しい自然と戦い、外国からの侵略を受け続けた他国では、他者をいかに制するか、という、生物の思考が生まれた結果、自己主張を美徳とするようになった。以上をまとめると以下のようになる。高島の思考は、日本人の自然崇拝から来ていることから、その対象は、山川草木にまで及ぶ。 このことは現代の環境問題にとって重要な意味を持つ。近年起こってきたエコロジー思考もこの高し物を基本理念とすれば容易にその必要性が監視される。従来、高し物思想は日本人が潜在的に持っていたものの十分自覚するまでには至らなかった。また、自己抑制的民族性が災いし、日本の思想文化を 海外の人々に理解してもらう努力を怠ってきた。敗戦の追い目から戦前の全面否定、ひいては日本の伝統的思想文化を軽視する風潮が盛んになって久しい。しかし今日においては日本人自身がまず高し者に対する自覚を持つように努め、これを発用していくべきであろう。高し者論に国分法の特色 P14 冗談 高しもの論3、性物と高下の、高し物、P20 下段。高しもの論2、国分法の特色 P9 下段。高しもの論10、自己抑制と自己の主体性。P52 下段2行目15行目。高しもの論9、万物一体的思考 P48 下段。高しもの論1、特殊性と普遍性。P5 上段。高しもの論9、万物一体的思考 P49 上段。 ありがとうございます。